それでは、ね、他のこれねもう切っちゃったんでね、ここから根のところからベベンチョが出てきてずっと来てここでね、ここで高継ぎしてこういうふうにいっていますね。でこう伸びてると、これベベンチョ巻きってですね。ベベンチョというのは肩車という意味で、これがメインの木なんですけれども、こっちへ台木が枝分かれしていて、ここら辺で今台木が分かれていると。ここが高継ぎ、これ太いですよね、これが高継ぎしたやつですね。だからここでベベンチョに高継ぎという形になります。それではこの器具ですね、この継ぎカッターを使ってこの刃でガチャッガチャッと斜めに切っていきますね。じゃあこの位置で、この枝のこの真ん中辺、この位置で、ガチャッと切ってやって、それで、これでね、肩車状態、ベベンチョを切断します。はい、これで切断しました。そしたら今度これが今切断されたものですね。今度はこれがですね、台木、この台木はクイーンルージュというものですけれども、これを同じように、ここら辺ですね、ここら辺で、継ぎ木バサミでガチャッと切ります。こんな感じですかね、こんな感じでガチャッと切りました。で切れちゃいましたね。で切れたのがこんな形でできました。これを差し込みます。これをこの切れたところに、これをこの切れたところに、今ちょっと時期がちょうど水の時期なので水がバーッと出てきちゃいましたけれど、ここへ積んでやると。で継ぎ木テープですね、このメデールテープで、これで巻いてあげると。でここから巻き始めて、ここで終わりにします。じゃあちょっと巻いてみますね。時期的にはちょっとこう水の粒が出てるんで、水が上がってきてここに供給されますので、これはしっかり芽がつくと思いますよ。はい、それじゃあこれで、これね、不安なのでもう一回メデルテープで、でここねテープで止めます。ここからも水出てきてますね、先頭です。一応これテープで止めたんですけど、先頭から水が出てきてると。でこの継ぎ木したとこからもちょっと水が出ちゃってますね。でこれで、しっかり、この芽がですね、芽吹いてくれれば、ベベンチョ継ぎ木の完成と、こういうわけです。ベベンチョ継ぎ木は根っこがね、木の根っこを全部使いますので早く成長します。ベベンチョ継ぎ木の説明をします。ベベンチョ継ぎ木は高継ぎと同じ効果があります。まず、主幹の太いところどこを切ります。切るとですね、翌年、台木の方からベベンチョ、いわゆる新芽が出てきます。この新芽にですね、この新芽を台木として保木、目的のシャインマスカットなどを接ぎ木するということになります。で、芽が出たらそこを切って切断して、細いので非常に接ぎ木しやすいですね、高継ぎなどは接ぎ木しにくいです。これもですね、こっちがメインの木なんですけれども、ここまで台木です。これがね、昔高継ぎしたものですね。こっちは台木なんですね。でここに、ベベンチョが出ましたので、このベベンチョを、ね、このベベンチョを利用してここに接ぎ木してうまく育ってきていて、こう伸びてると。今度こちらの木から、こちらの木へ移していくというね、これは巨峰なんですけど、これは長野パープルっていう品種なんですけどね、長野パープルを、ここで、ベベンチョ接ぎ木したと。ベベンチョ接ぎ木したのはこの位置ですね。ここから来てベベンチョ継ぎ木へ上切ってます。
こっからベベンチョが出ましたので、ベベンチョをずっと伸ばしていって、この位置ですね。この位置で、接ぎ木してあります。これクイーンルージュっていう品種なんですけど、こちらに、現在伸びて伸びてる。クイーンルージュうまくできてますね。まあ、冷蔵庫、ね。冷蔵庫の中の野菜室が本人。いろんな本人が入ってますよね。いろんな本人が、全て入っていて、これを4月に接ぎ木します。